本日紹介させていただくのは牧陽子さん。素晴らしい方ですね。牧陽子さんは生年月日1982年10月15日、出身地千葉県印西市、身長160センチメートル、血液型 A型。男兄弟の中で育ったせいか、男っぽい、気が強いと自認している。その性格を表すエピソードとして、映画揺れるのオーディションにて控え室で待っていると若くてとても可愛い人が入ってきたので、来やがったなこの野郎と思っていたら監督の西川美和だったという笑い話がある。関係の深い友人である大久保佳代子からは、牧の印象について、近寄りがたい雰囲気はあるが実はとてもチャーミングと語られている。一人娘と二人で暮らしている。映画パッチギって共演した江口のり子が芸能界で一番仲が良く、一緒にいて楽だという。大塚愛とは同い年ということもあり、映画東京フレンズで共演して以来大の仲良しである。2007年3月25日のミュージックラバーズ日本テレビには大塚愛のゲストラバーズとして出演している。また木村カエラとも友人で、同じミュージックラバーズ放送では木村のゲストラバーズとしても出演した。椎名林檎のファンで、自身が主演する映画さよなら渓谷の主題歌を歌うようオファーされた際にも、歌手ではない自分が歌うなら信頼できる方にお願いしたいということでメールをやり取りするなど、以前から親交のあった椎名に楽曲提供を依頼した。趣味嗜好特技趣味は映画鑑賞で、身体を動かすことは得意。小学生の頃3ヶ月間空手を習っていた。中学時代は陸上部に所属。特技は陸上競技とワイヤーアクションである。ショートムービー「Do Androids Dream of Electric Santa」ではワイヤーアクションの技を披露している。大の漫画好き。プラスアクト。プラスアクト、ワニブックスにおいて、そうだ、好きな漫画家さんに会っていろいろ喋ってサインもらおうという対談連載コーナーを持っていた2014年3月号まで。小学5年の時に兄が読んでいた漫画「ろくでなしブルース」などを読んでおり、他に好きな漫画に「四つ葉」と「サニーヤ」を挙げている「プラスアクト」2011年5月号で「四つ葉」との東清彦、同じく2013年5月号で「サニーの松本太陽と対談。また漫画家臼田恭介のファンでもあり、本人ボルテン07太田出版では牧からのリクエストにより臼田との対談が実現した。映画ピューと吹くジャガー今吹きに行きますに出演した縁で、漫画版ジャガー第359滴単行本第17巻に収録に大事と挿絵を寄稿している。西岸良平に一番会いたかったといい、プラスアクト。プラスアクト、ワニブックス、2014年3月号にて西岸との対談が実現している。緑巻馬王のモノマネをする。好きな歌手は、尾崎豊や長渕剛。演出家の大根仁は2002年に舞台で彼女を初めて見たとき、すごい女優が現れた、と感じたという。照明牧蔵は神経が鋭い役者と評している。和田壮光はサバサバした性格、昔の女優の香りがすると評している。長作ひろみは瞬間で演技を変えられる、さまざまな演出を受けながらも対応できる順応性のある役者と評している。池田哲弘はリアリティという言葉がチープに感じるくらい自然な演技をする人と評している。これからも牧陽子さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。